おはようございます。日本語だんだんポッドキャストのゆかりです。今日は日本語の方言について話します。日本語には地域によって様々な方言や鉛があります。鉛については前のポッドキャストで話をしました。 アクセントが違うことでしたねでは方言とは何でしょうか方言とはある地域で話されている標準語とは違う言葉のことです発音やアクセントではなく言葉そのものが違います えー、私は関西の方言があります。ちょっと例を挙げると、とても、すごくという言葉と同じ意味で、めっちゃという言葉を使います。例えば、今日はすごく暑いね。 という文は、大阪の方言で、今日はめっちゃ暑いなぁ、と言います。他にも、ありがとうは大きに、と言います。いつも使うわけではありませんが、少し年上の人やお店の人はよく使います。 皆さん聞いたことがある日本語の方言はありますかあ、実はこのポッドキャストの名前、ダンダンポッドキャストですね。ダンダンも大阪じゃないのですが、田舎で使われている方言の一つです。ダンダンは ありがとうという意味がありますでは今日も最後まで聞いてくれてだんだんですまた明日